日常演舞の食文化にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスのフードメニュー、いろいろと3種のティーを飲みたいと思います。どれも美味しそうですね。チキンスターシーザーチキンフォカッチャにレモンパイ、抹茶クリーム、アンバターフランス、チョコレートドーナツ、アールグレイスコーンにハムエッグ、そしてあれほうじ茶ラテティーとオプションフルーツティー、そしてユズ&ストラスティーですね。どれも美味しそうです。それではチャンネル登録よろしくお願いします。お野菜が大事なので、私のシーザーチキンフォカッチャからいただきます。スタバのこれ、こういうのってマスタード入ってるのが本当になかなか食べられたんですが、これは入ってないので久しぶりですね。ではいただきます。はい、お次はハムエッグサンド。ベーコンエッグサンド食べたことなんですが、ハムは初めてですね。これもトロトロ美味しそうです。これ、色からして全粒粉パンなのかな。ではいただきます。ではここまでティーに1つ目いきます。レモネードパッションティーです。すっきりした酸味が味わえそうですね。それではい、続きましてはアールグレイス紅茶2連発ですね。ではいただきます。はい、続きましては抹茶クリームバー、緑の色が濃厚そうですね。それではいただきます。ちょっとフィルム撮るときに崩れちゃいましたけど、レモンパイね、表面が焦げたねになってますね。これさっぱりできそうだ。いただきます。続きましてはゆずストラスティー。これだけサイズは選べるんですよね。まあ今回はいろいろ食べるので一番小さなサイズですね。では飲んでみます。続きましてはアンバターフランス。アンバターって結構いろんなところにいますけど、スタバでは初めて見ますね。あんこたっぷり入ってそうです。ではいただきます。続きましてはチョコレートドーナツ。ミスターバックスの商品の中でドーナツが一番お気に入りですね。自分はミストのドーナツよりもこちらのドーナツの方が食感が好みなんです、ね、ではいただきます。ほうじ茶ティーラテ、なんかほうじ茶ラテなんですけど、これもまた懐かしい感じがするようなラテですね。まあクラシックって書いてたんですよ、商品。では飲んでみます。久しぶりにスタバで贅沢したな。甘くてシャキシャキで香ばしくていろいろ美味しい。こうやって楽しむのがいいな。一緒に食べたシーザーチキンフォカッチャはふんわりとしたパン生地の中にシャキシャキとした食感の野菜としっかりとした食べ応えのあるチキンが入っていてとっても美味しかったです。あとシーザーサラダドレッシングもさっぱりしていてよかったですね。で次に食べたハムエッグは噛んだ瞬間に黄身がとろっと溶け出してきて、チーズとよくもよく合っていてとっても美味しかったです。シンプルな朝ごはんといった感じですね。でそこで飲んだこちらのフローズンパッションフルーツティーはなんかシャリシャリとした食感があって、いつものフラペチーノとはまた違った味わいがありました。でそこに酸味が入っているのですっきりいただくことができて美味しかったです。続きまして食べましたアールグレイスコーンは噛んだ瞬間にホロホロ崩れてきて、中から紅茶の香りが口の中に漂ってきて、とても濃厚な気持ちになりました。甘さは控えめでちょっと大人のスコーンですね。その次に食べた抹茶クリームバーは抹茶が本当に濃厚で、ホワイトチョコの程よい食感、甘さとうまく混ざって良かったです。その中でも抹茶が失われなかったのがすごいですね。この次のレモンパイはレモンの酸味がしっかりと口の中で広がってきて、ちょっと歯ごたえが足りなかったなという部分もありましたが、レモンが好きな方にはおすすめです。そこで次に飲んだこのユズ&ストラスティーは今回のティーの中で一番苦味がちょっと入ってましたね。この苦味で好みが分かれそうなそんな味でした。自分もちょっと苦味はきつかったかなと思いましたね。でその次に食べたアンバターフランスはあんこの甘さがしっかりと口の中に広がってきて、和のスタバを感じることができましたね。かなりあんこが強かったです。バターは控えめなような印象を持ちましたね。まあバターが強めすぎるとあんこがなので、これぐらいがちょうどいいのかもしれません。そして最後に食べたチョコレートドーナツは甘すぎない濃厚なチョコレートが生地からも中のクリームからも感じられてとっても美味しかったです。ドーナツの食感も変わらず良かったですね。やっぱり食べ物
ムの中ではこのチョコレートドーナツは一番好きなので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。そして最後に飲んだほうじ茶クラシックほうじ茶ティーラテは、ほうじ茶の香ばしさとラテの甘さが口の中にうまく混ざって、もう最初からこれ混ざっていたのもあって、とても甘くいただくことができて美味しかったです。やっぱり飲み物の中ではこれが一番お気に入りでしたので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。スターバックスいろいろ食べてみました。これからもいろいろ出てきてほしいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終焉。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。